あーす。おはようございます。何ですか、これは。見ました昨日、これ。見ました何をですか。国分太一の、お散歩、お散歩見ました。あ、お散歩ジャパンみたいな。お散歩ジャパン。はい。見ました。あの、お昼にやってるやつ。お昼やってるやつです。ええ。見てない。それにね。え、すごいっすね。我々。この不服不安にも関わってるという会社のですね、この商品が取り上げられてですね、国分太一がこれを食べて絶賛してくれたという。え、おさん、なんかあれですか、アンテナショップに行ってそれがあったってことですか。なんかね、ワイン、ワインを飲みに行ったんですよ、国分太一が、で、そこでワインのソムリエの人がいて、なんかオレンジのね、ワインを紹介したんですよ。はいはい。オレンジ味のね。オレンジ味のワイン？こんなんすね、みたいな、で、ソムリエの質が、ちょっと待ってください、って言って、さってきて、まあもうここにありますけど、これがですね、あの、クラフト缶詰師の人が、このオレンジワインに超合うおつまみを、うまみをこの缶の中に凝縮させてですね、閉じ込めてありますから、これ開けてちょっと食べましょうつって、まあ頭で開けたんですけど、で食ったわけですよ、この牛まいっていう、なんじゃこれ、あと、うまっ、このワインが合いすぎるって言って、みたいになったんですよ、国分たちが、プレイがおいおいみたいになったんですよ、どうしたんですか、おいおいおい、もううますぎるみたいな。で、バカ売れでですね、これなんとか1個だけ私が、やばい、もう半年待ちぐらい、これをですね、皆さんにプレゼントしたいという年末の、プレゼントしてくれるんですか、年末の、そう、空腹の9個の服のうちの1つ目ということで。マジですか。あと8個やらなくちゃいけないからやべえなって、だいぶマジでやらないとこれちょっとやべえなっていう、何回これが出てくるか見ものです、まあ、これなのか違うのか分かんないですけど、これは9個の服のうちの1個目ということで。え、ちなみに何名様なんですか。やっぱり9個の服だから9個ですかね。9名、9名様、まあ、どうやってあと8個手に入れるかっていうね。確かにドラゴンあるんですけど、ドラゴン、まあ、なんとか私のね、あの、人と上がるからね、これで あと8個なんとかしたいと思います、皆さん。これなんかあれなんですか、キーワードとかあるんですか。キーワードとかね、あるんで、ちょっとね、明日以降の動画をご覧ください。とりあえずこの牛米に欲しいっていう方いたら、なんか欲しいぞ、あのドゥとか書いてる。タスクフコマとか入れといてないと影響されすぎてる。これはタスクフコマーって言った。え、ちなみにこの牛米にはなんか赤城牛、赤城牛群馬さん、黒舞茸、黒舞茸のぶどう、なんて書いてあるんですか。山椒じゃないですか。ああ、ぶどう、山椒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 ね、あのうなぎとかによくかけてる、はい、ぶどうと山椒、ぶどう三種にです。なんかそんな相交えなさそうな。これがね、混ざるともう国分太一が。それやってるやつ。やってるやつじゃないですか。なんかでも、あの、缶がシンプルでいいですね。缶がシンプルなんですよ、これ。私の顔にちょっとね、色激似ですよ、このシンプル VS シンプルみたいな、なってるんで、ちょっと楽しみですね。これ高級缶詰なんで、そうなんですか。だからね、お金持ちの人がいっぱい買ってるんです。1個いくらなんですか、ちなみに。いくらだと思いますか、これ。1500円ぐらいですか。まあそうなっちゃうよね、庶民の皆さんだったら。もっと高いからね、これ。だからぜひ皆さん、このね、プレゼントで、
ジャーニーズの国分大使と同じ気持ちに、ね、なりたい方は、ぜひよろしくお願いします。ワイン好きの方はいいですね。ワイン好きの人もこれ、やばいですか、おうちで、うん。オレンジワイン飲んでる人は、もう即買い。高級料理店の一品が出てくるかのような感じで、温めればね、すぐなれるからね。高級料理店の一品が出てくるかのように温めるんですか。高級料理店の料理が出てくるかのように、ただ温めるだけで。なるほど。カウンセラーさんはいいんです。高級料理店はもうあの手間をいっぱい加えなくちゃいけない。確かに。もう手間はここにいっぱい加えてるんで、うん、あなたはですね、うん、お湯の湯煎なんか入れてただ温めるだけで、もう高級料理店のシェフが作ったかのような、うん、このあと綺麗なお皿にただ盛るだけで。やば。うん、もうこれは。ちなみにそれ、なんか、ちょっと大きさがわからないんですけど、どんぐらい量入ってるんですか？量はね、うん、いいことをちみ言ったね、これ。うん、すげえ入ってるから。大して入ってないの思えるでしょ、これ。いやいや、思いますね。うん、いや、開けて出るとね、え、どうやって詰めたのってぐらい入ってるから。やばいじゃないですか。うん、いや、驚きの量が入ってるから。ちょっと楽しみにして。はい。ということで、次回はこのプレゼントをどうやってね、もらうかという応募方法について、うん、うん、やるけど、まあ、もう欲しいよとか、ドゥフドゥフとか書いててくれれば、もうその人にあげちゃう可能性もある。1個目は。ドゥフドゥフって書けばもらえるんですよ。ドゥフドゥフって書けば。うん、欲しい、ドゥフドゥフって書いてくれれば。そうですね、あの。もらえる可能性、1個目はもうノリだから、もらえる可能性は高いからね。もう1点以上ですからね。ということで。ええ、お値段以上だ、ね。わかりました。あの、一人でできれば。早もがちです。あの、高級気取りでできれば。色は緑じゃないけどね。まあ、そういう感じ。はい、了解しました。では、皆さん、良いお年を。いや、この動画で終わりじゃないですよ。これ応募できないじゃないですか。あとはドゥフで大丈夫か。ドゥフで、はい。1個目はドゥフで大丈夫で、あとは応募がね、たまに出るかもしれないから。よいお年を。ドゥフラジオを聞きながら待っててください。